ランディレイクを後にし、滞在先であるマンモスレイクに向かいました。2020年の夏頃から各地で山火事が広がりました。この辺りはクリークファイヤーと名付けられた山火事の近くで、その影響で煙がひどかったです。煙で霞んでいる風景に心が痛みました。クリークファイヤーは4番目に被害の大きかった山火事だそうです。昔よく行っていた思い出のシェイバーレイクという近くで始まり、シエラナショナルフォレストの多くが焼けたそうです。今編集しているのが12月30日、 100% 完全に鎮火が宣言されたのはついこの間の12月24日だったそうです。クリークファイヤーだけでなく、セコイアコンプレックスファイヤーも近くで起こりました。まだ 100% の鎮火とはなっていないようです。北カリフォルニアの被害も大きく、たくさんの方が苦しんでいることを考えると心が痛みます。レイクメリーとその隣のレイクメイミーに立ち寄りました。ありがたいことに天気も良く、空気も澄んでいました。その後ベーカリーに立ち寄り、アップルストゥーデルを買いました。とても美味しかったです。もう一つ買おうかと思いましたが、コビットですし並んでいますし面倒でやめました。その後コンビクトレイクに向かいました。意外と人がいて結構人気のスポットのようです。コンビクトレイクを一周できるトレイルもあるようで、次回ゆっくり来れればいいなと思いました。その後ロッククリークロードに向かいました。ここはとても楽しみにしていた場所なのですが、紅葉は少し見どころを過ぎていたことと、コビットと山火事の影響で規制があり、あまり入れませんでした。いろいろ落ち着いたら湖を見にトレイルを歩ければと思います。その後は滞在先のビショップへ。晩ご飯にはメキシカンを食べました。遅かったのでお店の写真は撮れませんでしたが、美味しかったです。